9月22日水曜日、拓磨はどのドライバーよりも先に上海インターナショナルサーキットに入った。ミニバイクに一人乗り、この巨大で世界最大規模のサーキットを下見、縁石があれば近づき乗ってみる。これがね、気になるんですよ。危ない。あのね、エッジがすごいシャープ で、あのスパーの時に新しい試験員の縁石の内側がね、すごいそのシャープ でタイヤのサイドボールを引っかいて、でパンクするっていうアクションがあったんですけど、これもちょっとそのエッジをこう丸めてあげないと、多分同じようなことになりそうです。すごい尖ってるね。ちょっとやばいですけど、だってあのストレートから来て、もし、ブレーキトラブルとか、あるいはこの車をこうバトルしててね、スリップストリームとか入って、でブレーキングポイントの前にタイヤにこう重なって車が宙に浮いたら、どうしようもないですね。多分だからタイヤバリアもうすでに40、50のあると思うんだけど、それをもう倍以上にするとか、あの飛行機用 の、 あの、はいはい、エマージェンシーストップのネットをかけるとか、やんないと怖いですね。ここが一番チャンスでしょ。 いろいろオーバーテイクのポイントはあるけど、ここも一つですね。他のもう一周回ってきます。はいはい、はい、じゃあありがとう。じゃあここに降りようかな。はい、はい、じゃあね。結構冷えますね。ねえ、この時間に来たのはね、このためだけ、はい、このためだけに来たの今ですか。うん、そう、もうコースでもう水曜中に見ときたいって感じ。うん、一応あの時間があるときに、からあの町からサーキットに来るまで実際どういうルートでどれぐらい時間かかって、まあ一応別に僕がやることじゃないんですけど、下見ということで、そして夜は連日スポンサー関係のイベントが続く。 F1 ドライバーにとってプロモーション活動は義務のようなもの。夜はまた別の顔。中国18億人の巨大市場は F1 にとっても各企業にとっても魅力。佐藤拓磨はただ一人のアジア人ドライバー。注目度はすごかった。サイン攻め、ものすごい騒ぎになってしまう。Maybe better to speak Charlie now. Charlie, I saw a couple of curves last night. It's actually it's really, really sharp. You know, it's, it's basically everywhere. Oh, we're getting fixed it. No, on the front of there. On the inside of corners, you mean? Yeah. For example, like this corner. Yeah, that one there. It's just so sharp, everything. Okay, you won't go over there, will you? Oh, he will. We will. Because you can see the black lava inside. If you can get to it, he'll go over it. Yeah. Any area. Right. Just wondering, just, you know, grinding all the bits, if just tiny bit, because everything is so sharp. Make it easier for you. I think, well, for everybody, for the tyres. 堂々とアドバイス。Anyway, I reckon it's really fast, like a type of Suzuka Turn 1, isn't it? Yeah. It's sort of into it like here, it's almost a flat. Almost double. Yeah, double corner, and then just trying to the balance and like, sort of, yeah, the brake. No, this won't be flat. Yeah, maybe you just, yeah, about here, just have to speed it slow forward. It's sort of like a Malaysia corner, isn't it? Yeah.
tight corner. Probably second. Yeah, second. Yeah, second gear. 佐藤拓磨という人物は、国や組織にとらわれず自由に生きていく本当に優れた男。中国人記者たちの素朴な質問にも丁寧に答える。Very difficult question. I have to say, everything should be treated equally. But if one missing, it doesn't work. In other words, if you have a great tire, great engine, the driver cannot drive in the car, then obviously it's no point. And also, same thing, if you have a great driver, great engine, the tire would work, then it's obviously you can't. But it's very difficult.3つの要素は無事機能するか。金曜日、いよいよ中国グランプリ初の走行が始まる。 BAR ホンダはコンストラクターズ争いでルノーとしのぎを削っている。ルノーの前でゴールする最低限の目標。ジョックとタクマチームがエンジンを組んでのミーティング。ここはタクマの指定席。さあやるぞ、気合が入る。金曜フリープラクティスが始まって、タクマは徐々にマシンをセットアップしていく。ところが突如エンジンが煙を吐きストップ。鈴鹿スペックの一部を導入した上海スペシャル。それほど回したわけではない、不可解。ピットも慌てた。壊れてはいけないエンジンが壊れた。現在のレギュレーションでは1レースで使うエンジンは1機のみ。もし乗せ替えた場合は予選順位が10番手下がるというペナルティーを受ける。しかし今回は乗せ替えなければどうしようもない。タクマは絶体絶命のピンチ。この日の走行はもう無理。虚しく時は流れた。中本エンジニアリングディレクターが根本的なトラブルではないと説明。エンジン、タイヤ、ドライバー、その一つが欠けてしまった。厳しいね、今日は。上位グリッドに並びたかったが、後方に沈むのは必死。さすがの拓磨も心乱れているようだった。タクマのマシンのエンジン乗せ替え作業は夜のうちにほぼ終了した。作戦も当然大きく変わる。 BAR ホンダのミーティングルームで遅くまで対策を練る。アジアラウンド最初にして大きな危機が訪れた。ナンバー10、タクマ。日曜、中国グランプリ決勝。
佐藤拓磨は19番手グリッドからのスタートとなった。厳しいポジションだがここから追い上げる。ジョックとの打ち合わせもいつになく綿密。一方フェラーリのミハエル・シューマッハもピットスタート。橋本健、中本周平、デビッド・リチャーズ、そしてジョックが見守る。タクマ好スタート。1台また1台、1コーナーまでに4台をパス。ジョックが位置関係を無線で告げる。そしてピットウォールへ移動。タクマは徐々にポジションを上げ4番手に浮上。39周目に2度目のピットインを済ませると6位でフィニッシュするのであった。タクマはこの日のレースの何たるかを十分自覚していた。コンストラクターズチャンピオンシップでルノーに差をつけるチームプレーに徹した。ジョックはレース以外の自分のスケジュールまで無線で告げた。レースを終え、自分を担当する長谷川エンジニアとそのスタッフに感謝。ホンダからも見事な6位入賞に感謝の言葉が返ってきた。最大の危機から奇跡のリカバリー。ピットは喜びの輪。チーム代表デビッド・リチャーズもタクマを称える。タクマは上海にやってきた日本のファンからプレゼントされた日の丸を首に巻いた。さあ鈴鹿だ、今度こそパーフェクトなレースを見せる。